アクタについて電話をかけてみたいと思います。電話は外務省ですね。03-3580-3311。これが外務省の電話番号になります。外務省でございます。あ、すいません。先ほど電話かけたものですけれども、はい、まだ、電話を話し中で、話中というか、いっぱい。アクタのことについてですね。はい、校長室に帰ります。お待ちくださいませ。はい、申し訳ございません、はい。お話し中でございます。あ、本当ですか。じゃあ今度はちょっと電話つけたまま待っときますので。はい、お願いいたします。はい、もしもし。はい。あ、これそのホリオンとか鳴らないんですかね。かしこまりました。お待ちいただけますか。あ、はい、そのまま待っときますので。はい、失礼いたしました。すいません。ですね、実はそのどこにかけていいか分からなかったので、まず最初内閣府の方に電話をかけたんですよね。そしたら、外務省にかけてくださいというふうに言われて、で、その時の内閣府の担当の方がですね、アクタって聞いた時にですね、アクタみたいな感じでですね、アクタのこと分かってないような状態だったんですよね。で、その後外務省の電話番号を教えてもらって、外務省にかけ直したんですけれども、どうやら今みたいに、ちょっと電話が今いっぱいないような状態なんですよ。それでまた、一度切ったんですけれども、ちょっと、まあ、この保留の時に、ちょっとアクタのことを先に説明しようと思って、今かけております。で、アクタなんですけれども、これは皆さんご存知かどうかわかりませんけれども、ちょっとアクタの可決っていうのは、かなり、まあインターネットとかでを使ってる僕なんかにしてみたら、かなり危険な条例ですかね、に、危険な案になってしまうんですよね。例えばこれって言えば、国が、絡んでからの条約になりますので、例えばその国の憲法より重いんですよね。だから日本ではこうだからって言っても、それは他国の国とのつながりになりますので、日本の憲法だけでは日本の憲法を盾にしてもこう守れないっていうところがあるんですよ。すいません。あ、はい、もしもし。あ、もしもし。はい、電話変わりました。はい、ちょっとそのアクタのことについて聞きたいんですけれども。はい、なんかアクタがですね、ちょっとそろそろ決まりそうだっていうふうに聞いてるんですけれども、それはどうなんでしょうか。今それ支持に向けて検討動いていると思いますけれども。もしもし。はい。あ、もう一度よろしいですか。はい。今アクタのですね、参加する方向にも動いております。動いてるんですね。はいはい。ただ、皆様はですね、はい、アクタに関していろいろ、お電話をいただくんですけれど、はい、皆様、なんかネット関係で間違えて誤解されてですね、うん、されているケースが多いんですけども、はい、アクタにつきましては、あくまでも、偽造品の取引防止とかですね、要するに、それから、インターネット上の不正な利用を防ぐということでございます。うん、はい。まあ、それはもう当然分かってるんですけれども、はい。まあ、当然インターネットをやってる人たちからの情報によると、それって、まあ、なんですかね、当然中国のパクリとかなんかが問題があるからってことで、小泉さんがね、はい、その提唱してからっていうふうには聞いてるんですけれども、その、例えば、車で時速40キロとか守ってる人って、まあ、ほとんどいないようなもんじゃないですか。だから、その、インターネットとかパソコンとかなんかでも、まあ、普通にやってるそのダウンロードだったりだとか、コピーとかなんかいいのは、はい、はい、守ってる人の方が、どっちかって少ないかったりするわけですよね。そうなんです。でも一応、そのアクターだったら、それは、一応、違法にやってしまいますんでって言って、だからそれに41キロだったからって言って捕まえないけれども、捕まえようとも捕まえることできるからねみたいな感じで、だからそれがあるから怖いんですよ、はい、例えばね、 A さんが悪いことしたっていう、でもそれと、パソコンと全く関係ないことだけれども、その警察がそのパソコンのことについて取り調べをしてから、じゃあちょっとお前警察署まで来いって言って、別のことで問い詰めてからそっちの方の犯人にさせてしまうとか、やっぱそういうことのきっかけにもなりかねないので、それはですね、はい、今でも現行法で対応してますよね。うん、何もアクタがあったからないからではないと思いますよ、そこは。
いや、だからそうなんですけども、だからそれが、例えば、はい、さっき言ったみたいに、時速40キロで走る車みたいに、はい、なんか、みんなは違反してるけれども、でもそれは、まあ、暗黙の了解で許してるって。でも、捕まえろうと思ったら捕まえることできますよ、みたいなことになるわけじゃないですか。はい、だからそれが、新しくアクタっていうものができることによって、パソコンっていう、誰もが暗黙の了解で使ってるコピーだとか、ダウンロードだとかいうのに、対して警察は踏み込むことがいつでもできるわけですよね。そういうものを作ってしまってるわけ、作ってしまうわけですよ。だからその今度そのね、署名がされてしまったら、署名がされてって。そうですか、はい。それはですね、あくまでもこっちアクタに関してはですね、国際的な規制をするということでございますので、国内はまた別、要するに国内の方は。また国内の別の法律がございますので、そこで適正に対応するということになると思うんですよ。ちなみにアクタって言ったら、12カ国以上の国の条約になるわけじゃないですか。はい。要するに、例えば日本、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、シンガポールみたいな形でいろんな国があって、それの国の人たちが12カ国以上集まってから条約って結ばれるんで、はい、仮にそれを条約が結ばれてしまったら、日本の憲法より重いですよね。まあ、わかります？例えば、はい、シンガポールが。条約が優先されましたよね。そうですよね。はい、になるんで、だから日本ではこうだからって言っても、もう条約の方を先に見てしまうわけじゃないですか。はい。だから例えばね、僕がダウンロードしてからこれをコピーしましたとか言ったところで、いや、日本でこれぐらい普通だよって言っても、いや、アクタでもこうなってますんでってことで、僕捕まってしまう可能性ってあるわけですよ、それで。そういうのもあるから、アクタっていうのはちょっと危険じゃないかっていうふうに思ってるんですけれども、ただ政府的にこちらの立場で申し上げればですね、やはり適正に法にかなったご使用していただければ良いということだと思います。だからそれが時速40キロ守ってたらってことでしょ。ですからそこはですね、やはりその例題を出されるとですね、うん、やはり警察にもしそれをおっしゃられてもですね、いや、だからそれが当然、やっぱりそれはダメだということになると思います。うん、いや、はい、だからそれがあるからやめてほしいんですよ、アクタは。ちなみにパソコンとかされますか？使っておりますけど。それでなんかね、曲とかを聴いたりだとか、なんかね、ダウンロードしたりコピーしたりとかいうことをやったことあります？それはでも適当にやってますよ。ですよね。それがもし、はい、誰さんか分かりませんけど、なんか別の悪いことしたってするじゃないですか。はい。で、捕まえたいというときに、その悪いことしたものの証拠が見つからないときには、アクタを利用すれば、はい、それを入り口にして捕まえることってできたりするんですよね。はいはい。そのきっかけになったりするわけじゃないですか。はいはい。で、ちなみに今、原発問題とかありますよね。はい。あれで、まあ、ほとんどの方たちがやっぱインターネットからの情報を仕入れてから、それで今、デモとか起こしてると思うんですけれども、はい。もしアクタが通ってしまったら、例えばそういったデモとかなんかに出てる主流な人とかなんかは、はい、アクタによってちょっと拝見してもよろしいですかとか言って、パソコンでも見られてしまったら、アクタによりちょっと署まで連行しますとか言って、はい、連行してしまったら、もうそこで別の要件で逮捕するってこともありえたりするわけじゃないですか。はい、だからやっぱそういったことがあるので、やはりちょっと怖いんですよ。はい、わかりました。反対というご意見でございますよね。はい、で、はい、すみません、まあ、ちょっと早く切りたいみたいなんで、じゃこれだけ言わせてください。はい、やはり同じ議員の方でも、はい、やっぱパソコンを使ってないとか、使いこなせてない、やっぱ年配の方々たちが知らないまま結構賛成してるっていうことも、やはり聞いてますので、はい、これ実際本当になってしまったら、めちゃくちゃ怖いことなんですよ。はい、知らなかったじゃ済まない話になりますんで。はい、わかりました。わかりました。はい、本当は、はい、もっといっぱいいろんなこと聞きたいんですけれども、わかりました。じゃあ、とりあえず一回これで切りますね。そうでございます。はい。一応、はい、本当に怖いんだってことを思っててください。はい、わかりました。はい、どうも失礼します。はい、どうやらですね、僕が前かけたときはですね、結構若い人が出てて、結構いろんなこと、まあ、対応してもらう、聞けたんですけど、今回ちょっとおじさんっぽいですね。多分パソコンのことあんま知らない方に出たと思うんで、アクタに関してはちょっとまた別の日にちょっと電話かけて、聞いてみたいと思います。ちょっと今回のではちょっと
悪態のちょっと恐怖が伝わらなかったので、決して今の担当の方が言ったみたいに、簡単に済むような話じゃないと思っていいと思います。では失礼します。